サウジアラビア1部アルナスルに移籍したポルトガル代表フォワードクリスティアノ・ロナウド37が来季再びプレミアリーグ及び欧州チャンピオンズリーグ CL でプレーする可能性が出てきたとスペインマルカ紙電子版が報じた件についてアルナスル関係者がフェイクニュースだと否定した。 ESPN 電子版が報じた。マルカ紙はロナウドがアルナスルと交わした契約の中にプレミアリーグのニューカッスルが今季4位以内を確保し来季欧州 CL でプレーすることになった場合ロナウドが期限付き移籍で同クラブに加入できるという条項があると報道。しかしアルナスル関係者によるとそんな条項は存在しない模様だ。またマルカ紙のアルナスルのオーナーもニューカッスルと同じサウジアラビアパブリックインベストメントファンドという記述も間違いだという。ロナウドはアルナスルと25年夏まで2年半の契約を結んだ。仮に ESPN の報道が正しく今後新たな移籍話などがなければロナウドは25年まではサウジアラビアで選手生活を全うすることになる。読者のコメント。メッシが W 杯を優勝して神になったがロナウドも負けじとサウジアラビアの王になってる。トロフィーを集めて価値を示すメッシと稼いだ金で自らの価値を示すロナウド、このライバル関係のどちらが上かは勝ち見次第で決められないな。往年のシェリンガムみたいにスーパーサブの立場受け入れてくれれば盛り上がるけどな。彼のプライドでスタメンじゃないとダメなんだろうな。よかったよかった、せっかく好調なニューカッスルが台無しになるところだった。めちゃくちゃ金かかるしスタメンかつボールを集めないといけない。こんなのプレミアのどこが使うんだよ。まあシーズン半分とか欧州に来てサウジに戻っていくのもいいかも。ドナシンとかもう絶滅危惧種だろ。真の信者はちゃんとサウジリーグもサブスクしろよな。完全に墓場行き、終わった。